気ままな隊長の実況部屋。女子トイレから、こんにちは。どうも、隊長でございます。七つ回、前回の続きからプレイしていきたいと思います。いきましょう。さて、とりあえず、一つはね、回収できたんで、あと残り6つだね。やっていきたいと思います。そういえば、ペニ君だっけ？もう一人の子ってどこにいるの？お姉さんに言えないようなところ。ん？俺たちを管理してもらってる。ん？管理してる。もっと偉いやつがいるんだ。そこに報告しに行ってる。いろいろ大変なんだね、神様も。それも狙ってたんだろうな。油断したよ。管理？神様の世界も大変なのかな？さてさて。じゃあ次どこだろうね。上の階はまだ行けないし、教室も何もないし。これは何もねえんだよな。こっちかな。あ、理科室ここか。理科室とかさ、絶対それじゃん、もう。ね、なんとなくわかるでしょ、みんな。絶対それだと思うんだ。行くよ。やだなやだな怖いな。フラスコ、表面が薄く汚れている。やだな、絶対さ、絶対さ、焼きに混じって塩や砂糖、重曹。はい。そういえば、科学の先生がここで、こっそりここでお菓子作ってるって聞いたことあるけれど。うん。昼休みとか放課後とか、焼いてるの見たことあるよ。焼いてるの見たことあるよ。あ、本当だったんだ。その時の理科室は好きだな。いつもは変な匂いしかしないから好きじゃないけれど。そういう先生もいるのね。曇ったガラス。観察日誌。分厚いファイル。理科室教材の管理方法について。最近人体模型の一部が損失、あらぬところで見つかる事例が発生。動物の骨との区別が難しく、理科室の掃除係が混同してしまうためと思われる。今後は人体模型には E から O の番号、E の文字を、動物にはそれ以外の文字を取り外し可能な骨に記載する。それ以外の文字っていうことは、あと、んと、あとアルファベットってこと？はあ。もしかして人体模型の骨がない、足りないから探してきてって言われるのかな。顕微鏡が出しっぱ。リカウスラ試験管、赤い液体、行くぞ。ああっ言ってるそばからさ、ほらさ、それは調べる前から矯正イベントっていうのは聞いてない。キャーな、な なんだ、君も持ってたんだ。それ俺のものなんだ、返してくれない？骨がなくなったから代わり。ちょっと待って、ちょっと待って、完全に俺の予想当たりすぎてて怖いんだけど。また君の骨ってよく逃げ出すね。何言ってるの、わかるんだ。じゃあ骨が戻ったらそれは用なしってことだ。逃げ出した骨5つ持ってきたら返してくれるって。そうなんだ。でもこんな暗がりでどうやって。小さな骨。え、骨？なんか震えてる気が。同じ骨に反応してるんじゃない？これで探してってことなのかな。あっと、ありがとう。あ、そうだ、多分1階には行ってないと思うよ。どうして？マリーさん、保健室 の子が苦手なんだ。いつも落書きされるから。そうなんだ。あの子か、キャハハ言ってた子か。いやー、でもこいつ自体が襲ってこないんだったらまだ万々歳だよね。まだね。どうすりゃいいのさ、それで。小刻みに震えるとき。それで、あ、待って、ここに、ちょっと待ってよ、ここにマップあったじゃん。今さら、今さら感すごいけど。ここにマップあったじゃん。ま？
どういうことやねん。え？ PC 室？え？ちょっと待って、 BGM も消えたしさ。あ、ちょっと待って。気づいたよ、俺。放課後パソコン室を利用する際は必ず担当の許可を得ること。はい。それはねえ、なんか一瞬今映ったしさ。行くぞ。パソコンの電源がつけられたままになっている。誰かが何か検索していたようだ。学校の噂、ウグイスさん。ウグイスさんは綺麗な声の女子生徒。放課後、彼女の声を聞いた人は幸せになれると言われています。ですが、決して彼女の声に従ってはいけません。彼女の声が心地いいのは、鍵、無意、せん、死ね、割れ、こわ、鍵、取り、耳、からです。文字化けしてしまっているようだ。ねえ、なんかちょくちょく映ってんだよな。なんかちょくちょく映ってたんだよな。一回にもねえ言ってたな。多分教室にあるような気もしなくはないけどさ。鍵じゃねえ、骨だよ。骨。あれ、ここの子いなくなってる。骨なんてどこにあんのさ。あった、こんなとこに骨が。都の方を、ちょっと待って、なんか、あ、そういうこと？いろはにほへとちりぬるおのこと？いろはにほへと、だからこれは取っていいんだな。オッケー。そういうことか。いろはに、いいから、いろはにほへとちりぬるお、びっくりした。あれ？これさっきのとこじゃね？こっちか。そういうことだね。今更ながら理解した。あんまり不用心に開けない方がいいと思うよ、お姉さん。何が飛び出してくるかわからない。ちょっと待ってよ、それってさ、ね、調べなきゃいけないのにさ。え？ああ、でも面倒だから、手動かすのはお姉さんがいいな。どっちなの？それってさ、もういきなりバーンってくんでしょ。もうなんかそれ調べてる方がバカみたいじゃん、本当に。これって何なの。何もねえんだ。ということはさ、あっち側の教室も、なんだ、あっち側の教室、ここも調べてないんだけど、掃除されてないのか、埃がたまっ、学級にし、怖いわ。トイレは、こういうとこにはあったりはない。ない。いない。女子トイレ。ここは花子さんのとこか。花子さんのとこは若干まだ安心できんな。もう、花子さんのイベント終わったから、ちょっともうね、安心できるよ、ここ。ねえ、なんかない？あら、お姉さん。お目目キョロキョロして、どうしたの？人体模型の骨を探してて。ああ、いつものね。そうね。でも、ここには来てないわ。だって、彼は紳士だもの。そうなの？それフラグ回収なん、フラグなんじゃねえか？でもさっきなかったぞ。こういう何もないところにあるとか？それはねえだろうな。ない。つまりここのトイレにはねえけど、でも1階には行ってねえと言ってたよな。あった！
いろはにほへとちりぬるをだから拾わない。え、あ、この音ってそういうことなんだ。あ、今理解した。近いとトゥンドゥ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 ってなってくれんだこれ。今理解したわ。あった。いろはにほへとちりぬるを、違う。じゃあ意外といっぱいなって いろんなとこにあんだな。ただこっち側にはないから、ここの部屋はもう用なし。理科室にもあんじゃねえの。ない。あった骨。いろはにほへとちりぬ、これはオッケー。一個取ったからもうねえかな。じゃあ次行きましょうと。もうあれだね、探し方は分かったから。お、どこ、ここかい、こっち。あった、これだ、骨。いい、これは拾おう。オッケー。これちょっと大変じゃね。お、あった。いろはにほへとちりぬるをだからこれは違う。まだあんの。どれ、ん、こっちか、こっちかい。あ、骨は入ってない。え、鳴ってるんだが。骨入ってない。え、がっつり鳴っとるんだが。え、ないんだけど。は？え、バグですかい？それともダミー？骨がバグってる。あ、ん？ここ？あー、あった。いろはにほへとちり、ちり取ろう。あと一個か。つまり男子トイレにもあんのか。ないな。あった。いろはにほへとちりぬ、オッケー。これでたまったろ。いやー、ちょっと時間かかったね。とりあえず5つ持ってきたぜ。骸骨さん、ほい、骨渡すよ。いろはにほへとちりぬるを、はい。これで全部揃ったはずだよね。約束通りあげる、ありがとうってさ。オッケー、サンキュー。ありがとう。思ったけど、小牧くんたちって仲がいいんだね。いい？どこが？だって、どう見ても敵対しているようには見えないから。言ったでしょ。ここは汚れがたまり続ける突破所なんだ。生まれ続ける海をずっと払っているなんて面倒。疲れる。だから適度に抑えるだけ。目が当たられるうちは触らない。それが一番なんだよ。なんか達観してるな。はあ、いい。ということで、次どこだ。あれ、行けるようになってる。これでようやく2つ目か。もう向こう1月分は働いたよ俺。ごめんね。お姉さんに謝らせる気はなかったんだけど、一応騙された側になるんだから。けれど、こんな小さい子に迷惑かけ、苦労かけてると思うと。あのさ、言っとくけど、俺、姉さんよりはずっと長く浮世にいるんだから、小さい子供も止めて、やめてよね。そうなんだ。ごめん。もしかして、学校ができた時からいるのかな。
そういうことだから気負う必要なんてないよ。もちろんお姉さんにも働いてはもらうけど。わかった、ありがとう。とりあえずなんか上行けるようになってるんで OK。 壁がなくなってる、これで上に行けるね。ありがとう。小牧君が何かしてくれたの？別に何も。あいつらも気まぐれだから飽きたんじゃないの。何にせよよかったよ。 OK、 上行こう。金魚が泳いでるし、なんか窓開いてるんですけどちょっと待て、窓なんもねえの？なんもないんかい。これは何室？音楽室、ミュージックルーム。美術室は開いている。なんかいる。行きますね。ほら、今度こそきっとうまくいくんだ。一心不乱に何かを書いている。何書いてんの？木炭画らしきものがある。何か書かれているかよくわかんない。はあ。あ、この人。うわ、グッパグッパしてる。何あれ。石膏像が。いいものを拾ったぞ。これは高貴なる割にこそふさわしい。それ、鍵？そうだが、それがどうかした？ちょうだい。必要なんだ、それ。なぜだ？なぜやらねばならぬ？この光沢、フォレム、すべてを兼ね備えたファレこそが所持すべきものだ。チビの小僧には似合うまい。燃やす。乱暴は良くないよ。お姉さん、どっちの味方なの？鍵ちょうだい？鍵は渡さぬぞ。鍵くれよ。これ何？何もないかい。こいつもなんかよくわかんねえし、鍵を起こしてく。何？何なの？小牧くん、大丈夫？顔色が。ここいつ来ても変な匂いしかしないから好きじゃない。いつもベニーに任せてるんだけど、唯一褒められるのは本くらいだよ。枕に最適だ。さっきのなんかぐちゃーみたいな変な音は何だったわけや。あんたか？違う。結局ここは何もなかったね。ここは図書室。なんだか楽しんでる。何なの？ちょっと、なんで走ってるのかって？図書室はお静かにでしょ？だからみんなの分まで騒いであげてるんだよ。だから僕以外は走っちゃダメだからね。はあ、もう悪いやつでもなさそう。なんかいる。ちょっと待って、女の子いるよ。本を借りるときはカウンターに持ってきてくださいね。本を返すときはカウンターに持ってきてくださいね。はい。まるでテンプレートの文章を読んでるみたいな。図書室ではお静かに。あ、もう20分経つんだ。じゃあ、ちょっと時間もよろしいんで、ここら辺でちょっと中途半端なんだけど、ね、一旦終わりにしましょうかね。はい。ということで、今回この辺で一旦終わりにさせていただきます。あ、ごめんね、お兄さん。ちょっと待って、また次回ね、この続きをやっていくこと思うので、ぜひ次回も見てみてください。最後にね、僕のチャンネル登録と、あとこの動画の高評価コメントよろしくお願いいたします。ではまた次回お会いいたしましょう。今回は失礼いたします。それではバイバイ。